必殺する目固めは、告げ吉春による日本の漫画である。1979年7月、カスタムコミックに発表された全16ページからなる短編漫画作品である。夢の散歩、夜がつかむ、アルバイト、小松岬の生活、外の膨らみに続く夢物の,の一つ。カスタムコミックは1979年5月創刊で、当時人気作家だった斉藤隆夫、 石森章太郎、ジョージ秋山などの作品に加え、ガロ系作家の告げや弟の告げただを、勝又進むなどの作家も採用した。後に、コミック爆の編集長を務めることになる夜久宏が、編集担当者であった。夜9が、コミック爆の編集長時代には、無能の人シリーズを掲載、注目を浴び、後に、竹中直人により、映画化される。 肉感的な女体が登場する。背景の時代が混乱し時代交渉が無茶苦茶だという批判があったが、告げ自身は意識的にそう描いた。ただし読者を混乱させようという意図はなかった。夢をとにしているが創作も入っている。スルメのように腰を巻かれるのは夢通りである。絵柄には非常に苦労している。女性の顔が普段と違っており、 人形風に描かれているが、特にここに苦心をした。ゴンドを進むは、シュールレアリズム作品の最高傑作と評したが、世間一般の評価は高くはなかった。スルメを焼くとイカが火の上で反り返るように巻かれて、しまうことがある。至るところに温泉が湧き出る。隠れ里のような山村。家々の庭には、露天の温泉が湧いている。夕涼みに散歩をしていた若夫婦の後をつけてきた。 ふんどし姿の中年男が妻に痴漢をする。夫は応戦しようとするが体が頑丈な中年男には全く歯が立たず中年男は俺は元プロレスラーだと言い放ち男に必殺する目固めの技をかける。この技にかかるとスルメイカが火の上で反り返るように体が巻かれてしまい歩くことも話すこともできなくなる。夫は体の自由を奪われ妻は自宅まで 中年男に連れて行かれ抵抗できないままに強姦される。夫は不自由な体をはわせて何とか自宅までたどり着くが、男の積極的な正義に次第に快楽の表情を示し始める妻の表情を目の当たりにし、絶望を感じた夫はそのまま布団に潜り込みふて寝をする。翌朝、浮かれ気味の妻は中年男を笑顔で送り出す。言葉が発せず、合う合うと言いながら、 妻に枕を投げつけて抗議する夫に対し、妻は男と世帯を持っても見捨てたりはしない、おとなしくさえしていれば、いつまでも面倒を見てあげるからと慰める。やがて中年男は警察に、婦女暴行の現行犯として逮捕されるが、そばにあった露天風呂に飛び込むと地下で通じている湯地に入り、逃走してしまう。迷路のように入り組んだ湯地に逃げられては、警察も手の下しようがない。 中年男は別の露天風呂に隠れ、次なる獲物を狙っている。場所は不明。時代は、杖自身は、明治、大正ぐらいのイメージで描いたと述べている。今度を進む、ある種の名作だ。シュールレアリズム作品の最高傑作。批判していいのか、褒めていいのかわからない。杖吉春というと、リアリズムの作家、温かみのある作風と決めつけている人が多いため、 こういう作風に拒否反応を示す人が多いのかもしれない。ガル以降の作品は全て次義春自身で保管しているが、必殺するメガタだけは川崎市民ミュージアムが購入した。この作品は完成作ではなかったため、下書きや書き、尊次を雑誌などに挟んで、腰回収に出したものを抜いたものがいて、売りに出されたものを川崎市民ミュージアムが買ったらしい。ありがとうございます。